さあ始まりました。勝手に WJBL ニュース。2023年のシーズンオフの各チームのオフの動きについての動画の第4弾です。それではまず最初に見ていくのは、日立ハイテククーガーズ。エース級の2選手が退団して迎えた昨シーズンでしたが、しっかりと戦えることを証明していたシーズンでもあり、プレイオフでは延長戦の末敗れたものの、手応えもあったと思いますし、新シーズンはさらに上を意識したシーズンになると思います。そんな日立ハイテクはチームをポイントガードとして支えていた鶴見選手が引退し、山口選手も退団と2名がチームを去ることになりました。補強ポイントとしては昨シーズンの開幕時点ではポイントガード登録が2名のみだったチーム事情もあったので、ポイントガードは補強ポイントでしたし、シュータータイプの選手はいるものの、チームとして3ポイントの確率に課題があるチームでもあるので、シュータータイプの選手も獲得したいところだったと思います。そんなチームは3名の新人選手を獲得。補強ポイントだったポイントガードには、大型のポイントガードとして、札幌山の手高校で活躍していた森岡選手、桐蔭横浜大学で活躍していた久保田選手を獲得。森岡選手は精度の高いシュートを兼ね備えている選手なので、2番での起用も考えられますし、久保田選手は持ち味でもあるアタック力を武器に、1年目から十分に活躍できる能力を持っていて、いい補強ができたと思いますし、同じく補強ポイントだったシューターとして、筑波大学で活躍していた林選手を獲得。林選手はまだ調子に波がある部分は課題ではありますが、持っている能力は高いですし、日立ハイテクとしては補強ポイントを的確に補強した形になったと思います。さらに移籍選手として1名の獲得に成功。高校時代、ウィンターカップでは1試合の最高得点を記録するなど、抜群の得点能力のある奥山選手を獲得し、ファンを驚かせました。昨シーズンチームとして苦しんだ3ポイントでしたが、3ポイントが武器の奥山選手を獲得できたことは相当大きいですし、チームとしても起用の幅が広がりますし、奥山選手としてもまだまだ能力を開花できていない状態なので、今回の移籍で才能が花開くかもしれません。新戦力の久保田選手、森岡選手は1年目から十分に活躍できるポテンシャルがあり、先ほども話した通り森岡選手に関しては得点面での活躍も期待できる選手なので、登録はポイントガードですが2番での起用も考えられ、そのあたりは宇都宮ヘッドコーチがどのように起用していくのか注目ですし、久保田選手は1年目から十分に戦力として戦ってくれると思います。さらに奥山選手の獲得に成功し、選手層も含めて充実することができました。昨シーズンの主力の多くがチームに残り、そこに新戦力が加わってうまく相乗効果が得られれば目標達成に近づくと思います。果たしてどのようなチームを作っていくのか注目されます。続いて見ていくチームはトヨタ紡織サンシャインラビッツ。デンソートヨタ自動車相手に勝利を挙げるなど強さを見せた一方で、攻撃面で課題が多く目標達成とはいかなかった昨シーズン。そんなチームはルーカス・モンデロさんがヘッドコーチに就任し、ファンを驚かせましたし、チームの本気度が伺え注目を集めたチームでした。そんなトヨタ紡織はインサイドを支えていたペク選手が引退し、攻守で貴重な存在として活躍していた飯島選手が IC に移籍、さらに岡田選手が東京羽田に移籍し、深井選手が引退と4名が退団しました。補強ポイントとしてはペク選手が引退したということで、やはりインサイドは補強ポイントだったと思いますし、3ポイントに課題があるチームで、3を武器にしていた飯島選手、深井選手が退団したということで、シューターはやはり補強していきたいところだったと思います。そんなトヨタ紡織は新人選手1名を獲得。世代屈指のポイントガードとして注目されていた角野選手を獲得。昨シーズンの開幕時点で3名のポイントガードが在籍し、どの選手も能力が高いチーム事情だったので補強ポイントではなかったと思いますが、補強ポイントであるかどうかは関係なく、能力の高さを買っての補強だったと思います。角野選手はサイズは低いですが、技術的には非常に高く、1年目からでも十分に活躍できる下地はあると思います。ライバルが多いポジションなだけに、どのような起用法になるのか注目されます。さらに移籍選手として2名の獲得に成功。補強ポイントだったシュータータイプではないものの、ドライブが強く、昨シーズンは3ポイントも安定していた北村選手の獲得は大きな補強になりましたし、ヨニア選手に関しては昨シーズンは3が不調だったものの、もともとは3が武器で積極的なドライブも魅力の選手。2選手ともにチームにフィットすると思いますし、いい選手を獲得できたと思います。昨シーズンはリーグでも屈指といえる強固なディフェンスはトヨタ紡織の強みになっていましたし、そのことがデンソーやトヨタ自動車に勝利できた要因でした。しかしその反面、攻撃面では大きな課題となっていて、
なかなか得点が取れなかったことが、いい試合をしても勝ちきれなかった要因となっていました。そんなチームに加入した北村選手、米谷選手は、状況を打開するドライブもできますし、スリーも期待されます。ポイントガードポジションは4名いるということで、2ガードを積極的に採用するのか、それとも別の起用法をしていくのか注目されますが、百戦錬磨のルーカスヘッドコーチなので、いろいろな作戦も準備してくると思いますし、東藤選手、平瀬選手といった個の力が強い選手もいるので、そのあたりをどう組み合わせてチームを作ってくるのか注目されますし、新シーズン多くの注目を浴びるチームだと思います。ということで、今回は日立ハイテクとトヨタ防縮のオフの動向について見ていきました。補強ポイントを的確に補強し、さらに上を目指す日立ハイテク。ルーカスヘッドコーチが就任し、本気度が伺えるトヨタ防縮。2チームともに力のあるチームですが、日立ハイテクはディフェンス、トヨタ防縮はオフェンスに課題があるチームです。そんな両チームが新戦力を加えてどうチームを作ってくるのか、これからの両チームに注目してください。それでは今回はこの辺りで終わろうと思います。動画を見ていただきありがとうございました。次回以降の勝手に WJBL ニュースもよろしくお願いします。